こんばんは、こんばんは。配信始まったよ。ツイートしとこうかな。こんばんは。こんばんは。これどうやってやるんだっけ。あ、これか。これを見て。こんばんは。仕事終わったところですよね。シェアしよう。どうやってやるんだっけ。ツイッターに載せるには、こんばんは。ツイッターじゃないわ、もう X だった。こんばんは、久しぶりに見に来れた。お、ありがとうございます。ジュロン、会社脱出してきました。ええ、こんばんは。こんばんみほ、こんばんみほちゃん。まさきさん、ありがとう。松花堂弁当さん、ありがとう。今日はハーフアップにしてみました。ちょっとあの、もう汗とかかいたのであれですけど、ファーファーなってますけど。ゼムさん、ありがとうございます。ミキヤ君、ありがとうございます。大地さん、ありがとうございます。あらららら、でも今日はお昼にあんまお腹空かなくって、あんまり食べなかったら今のこの微妙な時間にお腹が空いてきたので、私は大好きなグミを食べてもいいですか。みんなの前で食べるの初めてですね。グミを食べていいですか。しかもコロロ、これコロロなんですけど、コロロ前苦手だったんですけど、なんか好きになって、これのシャインマスカット味をなんと、これは冷凍させておいてあります。コロロはですね、皆さん知ってますか。冷凍するのも美味しいんです。どうぞ、ありがとう、優しい。食べていいですか。ナイツさん、ありがとう。お腹空いたのでって書いておこう。もうすぐグミの日ですしね。いや、なんかね、シャリシャリとかにはならないんですけど、なんかキンキンなのも美味しいし、まずそう、冷凍してみてください。いい香り、芳醇な香りがします。グミです。あ、ちょうど TikTok でみほり見てた配信が、お、今日も1個 TikTok 撮ったからあげようか迷ってます。どうですか。あ、でもブログも出ます。今日夜8時に出ます。ブログ毎週金曜日に出すっていうのを自分の中でルール化してるので。コロロちゃん、コロロちゃん食べます。ちょっと冷凍しました。うん、キンキン。やっほー、キンキンコロロ食べています。まっ、なんか冷たくて美味しいのもあるし、でもカチコチにはならないんですよ、グミって。冷凍してもなんかプリンってなる、なんか張りが出る。お肌とかもなんか冷たい方がなんか引き締まるというか、そういう感じで。うん、うんうん、食感はちょっとなんかプリッ、なんか張り感が出ます。凍らしてみてください、美味しいですよ。暑い時期冷やした方が美味しいと思います。うん、うまい。うんうん、でもハード系のグミは一回凍らせたことあるんですけど、硬すぎてうっってなる、噛むときにうっってなるので要注意です。ぴょん、マジブドウみたい、本当に。僕のこと覚えてますか。覚えてます。みんなのこと覚えてます。何年かぶりのみほり、こんばんは。開けたら袋一気に、いつもは食べないけど今お腹空いてるからやばい。うんうん、私にはグミボックスというのがありますから。ちょっとグミの棚はないんですけど、こっちにグミのボックスはあります。他にもありますよ、これね。この前日本グミ協会さんが載せてて気になって買った。
やつとか。これはめっちゃ結構前に買ったけど大事に取ってあるやつです。でも賞味期限が来年の1月に迫ってるので、のでやばい。お、他のメンバー、花ちゃんタイプ。お、花ちゃん見てみてください。ダンスも歌もうまい。やべえ量。そう、こんなのもあります。これもね、でもね、やばいの、これ賞味期限やばいです。もうあと1ヶ月やばい、食べなきゃやってないっていう感じなんですけど、なんか全部開けてちょこちょこ食べちゃう癖がある。これ今まだ開いてないんですけど、全部のでね。でこっちに来てパパブブルでこんなのも買っちゃった。スイカの、これもね9月までなの賞味期限だから食べなきゃいけないんだけど、誕生日に食べようかな。取ってある。これグミっていうかみたいな感じだけど、グミキャンディーな。感じ。これもめっちゃ気になって買ったけどまだ食べてない。いっぱい。あ、見て、中身グミもあります。田中美穂の中身グミ。中身グミもありますね。そうなんです。面白いグミがいっぱいあって。食べちゃおう。お昼ね、お昼ってかなんか固形物食べてないかも。なんかコーヒーフロート、お昼コーヒーフロート食べたっていうか飲んだっていうかみたいな。しばらく朝ベーグル食べたんですけど、冷凍しておいた。で結構今日はやっぱりもうライブが近いということでめちゃくちゃ踊ったので、今日は消費してる。マネパパさん、ありがとうございます。やばい、一袋食べそう。やばい、お腹すきますね。ごっきになるな、これ。うまい、カロリー補給しちゃいました。初見さんこんばんは。どうもー。 TikTok もね、一個ね、最近なんか可愛くて好きだなって曲あって撮ったんですよ。んで、いつあげようかなと思いつつ。TikTok これともう一個あげたいのを一応撮ってあるのがあって、なんかたまにファンの方がなんかメッセージみたいなのを送れるんだね、 TikTok も。なんか動画を送ってくるから、これをこの振り付けをやってほしいってことなのかな。TikTok、 あと他に何かやってほしいのあればぜひ教えてください。皆さん、私 TikTok マジわからんすぎるので、初心者すぎるので、ぜひ。ありがとうございます。ちょっと遠くて見えない。ニホリにお願いがある。何ですか？何ですか？何ですか？これ一袋食べちゃいそうだな。止めようか。あと4粒あるから止めとこうか。止めとこうか。みんな会社から帰る途中とかですかね、まだこの時間って。何してるんですか、みんなは。ちいかちゃんに料理のやり方教えてください。頑張るわ。でもなんか炊飯器でケーキ作ったとか言ってたよ。しますけどね。肉じゃが作ったとかも言ってなかったかな。どうだったっけ、気をするけどな。あー、 AKB の夢見てごめん、夢見てごめん、恋してごめんみたいな感じのね。私それ好きと思ってた。なるほど。と9月9から16が休暇。あ、アットジャムがありますね。15だったか。あ、電車の中です。会社にいます。あら、いいの。仕事の休憩中。お、ありがとうございます。
休憩中にまで見てくれるんですね。なるほど。なるほど、なるほど。残業しに行きます。え、偉すぎ。どうしよう、偉すぎ。みんな仕事偉いですしてて。私も今日はちゃんと8時とかに起きてちゃんとしましたから。ここ数日メイク変えてまして、見えないかな、なんかちょっとピンクブラウンみたいなメイクにしてるんですよ。見えるかな、キラキラが見えますね。前まではブラウンしか勝たんみたいなメイクだったんですけど、ピンクもちょっと入れるようにして、このような感じで、うん、メイクをする時間もなんかいっぱい取るようになって、ゆっくりメイクしてます。うん、かわいよ。ははは、福岡アイドルかわいか、ほんまか、かわいかか。なんかちょっとこの距離あんま見えんな、ちょっとこんぐらいにしよう。やっぱ花火が、矢島さんありがとうございますメイクも大人っぽくなってる。お、貯金。最近前髪もね、なんかちょっと大人っぽくしようかなみたいな作戦で、まあ大人なんですけど、立派な立派な大人なんですけど、大人モードでピッフェのみほりお姉さんモードでびっくり。おー、嬉しい。朝のねツイートのね、あのビッフェはね、そう、ちょっといいとこのビッフェだったから、やっぱお姉さんの雰囲気にしていかなきゃと思って、お姉さんの感じだったんでね。あ、村っ子さんここで寝てますお眠り中です。キラ、どうもどうもどうも、こんばんは。夜ご飯何食べよっかね、みんなお腹すきません？この時間なんか微妙に、お昼から時間経ってるけど、まだ夜ご飯の時間、もうちょっとなんかまだ早いなぐらいのこの時間、微妙な、まあ、もうすぐ夜ご飯って感じか、6時とか6時半とか。結構田中家は夜ご飯早いぜので育ったので、6時とかに食べますけど、私は。日曜日に空いてる新橋のご飯屋さんが3軒。確かに、どうなんですか新橋って日曜日、なんかこの地域は日曜日あんまりとかあったりするじゃないですか、福岡とかでもあるけど。確かにね、みんな、もうあさって会えるんですかね、もしかして。あさってか、やばい、早っ、やばい、ワクワクドキドキ、あさってライブです。ドキ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 、新橋のジールシアターですね。フリーライブもあるので、ちょっとその時間空いてるかもみたいな方はぜひ、フリーライブお昼あります、無料ですとかだったり、まあ、夜はチケットある方しか来れないんですけど、定期公演あったりするので。足町は土日閉まってるイメージ、もう目星つけとかなきゃね。じゃあ空いてる店はちゃんと、新橋あんまり分かんないな、でも東京駅から近いですよね。駅前は日曜休みの店もあるかも。はあ、やっぱそうなんだね。まあ日曜日はそうだよね、みんな休日になっちゃうよね日曜日はカロリー消費できそうだから、何でも食べれそう。確かに確かにいっぱいいっぱい踊った方がね、偶然に会えて、偶然なのそれ、必然的じゃん海側なら空いてるとこあると思います。おー、海側、なるほど。そういやみほりんと握手したことないの、話からかり。お、土曜日、あ、違う違う、日曜日日曜日握手もありますね。私人生で握手会1回しかしたことないので、やばい、ドキドキ。来てくれますか皆さん、滑走路にならないように頑張っていきたいと思います、うん、マイナス目標一人でも来てくれたらとても嬉しいです。あれでしたよね、なんか特典会いくつかありましたよね。ちょっと待ってくださいね、私はリツイートかなんかしたかな。そう、嬉しいっしょ、やばいよね握手、やばいよね普通に。
だって私と触れたことある人って結構このようにこのように少ないじゃないですか。結構少ないんじゃないでしょうか。やばいね。ワクワク。あ、これだ。フリーライブの時は全員無料でお見送りハイタッチ会、それも触れれます。で、定期コイン夜の部が個別握手会と個別サイン会。あ、お昼待って、グループ握手会もあった。おお。じゃあお昼も夜も一応握手会あるんだ。嬉しいですね。グループか個別かっていう感じで。ハイタッチも触れれるね。ハイタッチも触れれるから触れれます。触れたことある。接触やめて。接触事故みたいな、なんか。そう、幻の握手会が、そう、昔前活動してたグループで、そう、あれもグループ握手会みたいなことですかね、が1回だけあったんですよ。知らない方もいると思うので説明するんですけど、あって、それがコロナ禍前ギリギリあったんですね。その後はコロナ禍に入っちゃって、そう、握手会がもうその1回で終わっちゃったんですけど、またなんとできちゃうことになりました。ワクワクです。そう、ミニ握手会があったんですけど、なんと明後日できちゃいます。ハイタッチ握手会、ハイタッチグループ握手会で、個別握手会、個別サイン会みたいな感じですね。でもこの前のお話し会、もう触れれますよぐらいの、うん、ちょっとかしても分からんぐらいの距離やった。私もう触れそうになるもんね、こうやって喋ってた、あーとか、あー分かる分かるとかやってたらもう届きそうなぐらいの距離だったんですけど、お話し会も普通に。そう、次は本当に触れちゃいます。ちょっと言おうとなりすぎた、ごめんなさい、うるさかったですね、ごめんなさい。そう、ワクワクです。そう、コロナ禍がやっと落ち着いたというか、もうコロナも、まあ、今もまだね、かかることはありますけど、ね、以前よりはね、触れる寸前でしたよね、本当に。私も距離感つかめてないからめっちゃ触れそうだったもん。普通にこっちの方から。そうなのよね。ちょっと待って、レボ聞きすぎ聞きすぎ。よし、楽しみだ、ワク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 したい、ドドロロドドドドド、楽しみです。ライブも楽しみです。やっぱりティフよりもやっぱりやる曲が増えるじゃないですか、必然的に。やっぱり私たちだけのライブだからね、ワクワクです。楽しみでございます。とてもワク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 。今まだ準備中ですけど、まだせっせと準備中ですけど、本番直前までね、たくさん、はい、準備してみんなで挑みたいと思います。コロナ禍前は新橋で毎週のように飲んでた。じゃあ今回も新橋なのでぜひ来てくれたらな。髪型ハーフアップです今日。ちょっと高めに結び直した。ハーフアップは意外となんか踊ってる時に楽、なんかここら辺にないから髪が楽なんです。ヒヒヒヒ。あー可愛いから、好き。ニヤニヤしてる人がすごい、ニヤニヤしすぎてるよ。抑えて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 。ハーフアップ好きですか、ありがとうございます。結構あの衣装で髪型決まってるから、この私がヘアアレンジするのはめったにない、みんなの前でヘアアレンジしてるのはめったにないことなんですけど、しちゃってます。今日は日曜日の髪型、まあ来てからのお楽しみですね。どうなんでしょうか。メイクもね、今また勉強中なんで、メイク今日はちょっとだけ薄めっちゃ薄めなんですけど、ショートのイメージがだいぶ懐かしくなってきて、おー確かに、あの日本組協会さんが載せてくれてましたけど、前に日本組協会さんとお仕事してさせてもらった時の動画とかめっちゃ短いもんね、まだこんぐらいやったよね、切ったばっかりぐらいかな、あれめっちゃ短いですよね。
めっちゃ伸びたね、そう考えると。人間って結構短期間で変わりますね、見た目ちょっと染まりましたしね、ナチュラルブラウンぐらいに今は。チュルルルルー、そうですね、結局そう、一回あの時にショートにしてからはもうそこからは長さは切らずに伸ばしてますね、ずっと今のところは。一回なんかちょっとスーパーロングにもしてみたいなと思ってね。2年経つのかな、え、経ちました、もしかして、どうだっけ、どうなんだっけ、2年経つんだっけ、どうなんだっけかもしれないぐらい経って伸びてますね、やっぱ。まあ そらそうか、そんぐらい経ったらそらそうか。迷いますけどね、あのロングとショートも、ショートもいいところあるんですけど、ロングもいいんですけど、ありますね。2023年3月26日なので、今何年だっけ、2024年じゃない、今だ、1年と5ヶ月か、あ、言うてか、もう2年経つずにこんなに伸びるんですね、すごいな、ロング最高ですか、本当。まあなんかフリフリの服とか着やすいのはロングかなと思うけど、ショートの楽さといってもね、やっぱね、楽なんですね、髪崩れないしね。あら、田中美ちゃんが可愛すぎてガチ恋しそう、キョロガチ恋しちゃおうか、東京湾に美しい東京湾に建てちゃうか、結構都会の海にわあ、ありがとうございます、初ホームの方がいっぱいいっぱいいっぱい、こんばんはもう6時になりそうな時間ですね、もうすぐですね、金曜日だったから土日休みの方は明日休みなんですね、もう休日ですね、もうわー、明日が終わったら明後日が来ますね、ちょっとドキドキと緊張とワクワクと楽しみといろんな感情が混ざり合っています東京のライブ会場、あ、ちょっと待って、わからないときメンバーに教えてもらいながら行くんですか、何回もあの Google マップとかでここだよねっていうのを見たりとかして必死に、はい、頑張っています、頑張っています。服ね、あんま持ってきてなくて、私もうレパートリーなさすぎるんですよ、レッスン着とかこの T シャツともう一個の T シャツともう一個のロンT くらいしかないよねあ、パーカーもう一個とか4着ぐらいを洗濯してそう、もう着回してます。ワンピースとかもなんか3着くらいしかなくて、でもなんかあんまりなんかそんな私服で皆さんの前に出ることがないから、全然だからそんなに、まあレッスン着あればくらいな感じなんですけど、だから全然なんか成り立ってるんですけど、そう、皆さんのね前ではね衣装しか着てないですもんね、表なんか舞台とかステージとかではね、ある程度ないと雨で乾かんかったらピンチ、あ、任せてください、乾燥機あるのでさせますので乾燥してくれます。服のサイズいくつ、わかどうなんだろう、 M とかですかね、なんか私結構、私が好きなブランド結構なんかフリーサイズとか多くてなんかそれだから困ることなくて、なんかあ、フリーだからいっかみたいな感じでいつもそうペパペパンって買うから、そう、これもフリーだしね。こんな感じかな。靴下とかもね、23.5 だけど24の靴、なんか靴下とか靴とかも履けるしみたいな。おお、アイフォン衣装割に合っとる。ありがとうございます。やったにー。やったにー。
でもこういうなんか最近この T シャツ私好きで色地も買ってるんですけど、白と黒どっちも持ってるんですけど、こういうちょっと五分丈ぐらいまでいかないけどぐらいの T シャツ好きで、この T シャツ好きすぎて洗濯してまた次の日すぐ着たりとかしちゃってるからこれスタメンすぎる、結構レッスン着この服も同じ色も5着ぐらいあっていいぐらいなんだけど、そしたら洗濯別にね急いでしなくてもいいんですけど、そうだね、あんまりないですね、物も服も。靴下とかもね、靴下もね必死に洗濯しないと足りないぐらいの感じでやらさせてもらってますレッスン着で街歩くの、そうね、ちょっとねたまにやっぱ場所選んじゃう時あるよね、やっぱ東京の街をレッスン着で歩くのは。だからがっつりレッスン着っていうよりなんかちょっと動けるかなみたいな服のイメージもある、スラックスみたいな感じ、よりいつも同じの着てるって思われて大丈夫かな、臭くないから安心してほしい。洗濯結構配信しない日とかはもう私帰ってきてすぐお風呂ボーンって入って洗濯ボーンってもう洗濯物、それから安心してほしい、安心してほしい。ちょっとリップ塗っちゃおう、ちょっとプルプルプルしちゃおう。乾燥機あるとそうです、しかもなんか乾燥機いい感じの働きをしてくれてる乾燥機なので結構おも乾いたのみたいな感じだからね、そうです、任しておいてください。まあ服は何本あってもいいですけどね私ちなみに日本組協会の T シャツも持ってきてます、リスギとかでも着れますね、だから誕生日の日に日本組協会の T シャツ着ようかなもしなんかT シャツ着る機会があれば安心してください、洗ってますよ、洗ってますよTikTok のダンス動画おしゃれなレッスン、あ、本当ですか、嬉しい、よかった、今日もね撮ったんだ実は。でも今日はブログが8時に出るから TikTok は明日あげようかな、どうしようかなって感じだけどそうなんです、天の声さんなしで生活してるビフォーに想像つか、まあでも結構あの前天の声さんあの引っ越したての時とかは来てくれてて、そうあのパパもいた時あったんですけど、パパもママもいてくれてた時あったんですけど、その時はねもう逆になんかでもいた方がやっぱだらけちゃうところはありますよね、やっぱりね自分でしなきゃっていう気持ちがね薄れちゃうもんね、それはちょっとねあれだけどね、頑張っていこうね頑張っていこうね、なんか送って食べ物を送ってくれたりとか、あとそうだそう、これも送ってくれた、買ってくれた買ってくれたものがあるんですけど、ママがママが買ってくれたもの、これなんでしょう、ちょっと怖いですねこのパッケージ、そう送ってくれたりとか買ってくれたりしてるものがあるので、もう助けられて生きてるんですけど、こちら開封したいと思います。そう配信で開けようと思ってこの数日間ちょっと置いてしまってて、なんでしょう、ちょっと怖いでしょこれ、甘栗と一緒思った、あ全然真逆かもしれない、味的には。私ですね、皆さん大食いの他にも得意なことありますよね、何を食べるのが得意なんだっけ、お辛そうなもの、そうです激辛ですね激辛大好きなんですよ、でいつもマイ一味を持ち歩いてたんですけど、いやなくなっちゃったなというとこで、というところでちょうどよく、じゃーん、唐辛子唐辛子でしたじゃん、唐辛子を、これすごいね3種類パックみたいなやつね、ママも使ってるめちゃくちゃ辛い唐辛子なんですけど、これなんていうお店とかメーカーとか分かってないけど、福岡のメーカーだったと思うんですけど、すごいよね、黄金極み、ま怖すぎ
名前怖すぎ、やばいよね。そうこのシリーズなんかね、ミニなんですけどサイズは、でも本当に普通の一味の5分の1ぐらいの量で、うわ辛っうまっってなるんですよ。それぐらい結構めちゃくちゃ辛くて美味しいので、こちらの唐辛子たち推しです。なんて読むのかな、これ清流って読むのかな、お店の名前なんて読むのかな。そう、初めてセット激辛バージョン唐辛子、これはね、そう、まあ一瓶ずつ持ち歩くかなっていう感じですけど、そう、このままミニサイズだから、なんかそう、普通に可愛いバッグとかにちっちゃいじゃないですか、可愛いバッグって、それにね、ピョンって入れれたりするのでね、ありがたい、母ありがとうの気持ちで初めてじゃないけどね全然この唐辛子でも、初めてセットを買ってもらった。でこれはまた私のお持ち歩き唐辛子になりますお、初めましてなのかな、なんか見たことある、見たことあると思いますショールームは人生で初めてじゃないです、うん、旧メンバーは激辛好きいないの、なんかね、花ちゃんが激辛まではいかないけど別に辛いの食べれるって言ってたんだよね、だからちょっと食べたいですね一緒に。でもアンピーも、ま、なんかめっちゃ食べれるわけじゃないけど、意外と辛ラーメンぐらいの辛さぐらいまで一緒についてきてくれるかな一緒にあの韓国料理も食べ行った仲ですし、ぐらいかな。いちかちゃんが全然無理みたいなのは知ってるけど、ね、あんま得意な子、あんま激辛得意な子出会わない、私本当にね悲しいですけど、サラピとかぐらいだね。これね、花ちゃんかな、花ちゃんが結構なんか食べれそうな雰囲気あります。またメンバーでご飯食べ行こう。なんかライブとかなんか、ね、成功してライブ成功してみんなでご飯食べ行きたいね。あのリンカちゃんが X のポストでもなんかメンバーとご飯行きたいところ。なんかおすすめのところあれば教えてくださいみたいな書いてたから、かわいいと思ってみんなでご飯行きたいので、なんか美味しいお店教えてください皆さん、ぜひ東京に住んでる方とか、東京住んでなくてもここ前行って美味しかったよみたいなところがね、ぜひ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 いつでも教えてください。結構メンバー何でも好きなのでぜひ美味しいもの食べたい。いいですか、ゆうかさん、そんなことないです。ありがとうございます。大好きですが、ゆうかさん。今でもいつか会いたいなという気持ちでお仕事をしています。お、みほりん以上の顔見たことないですか。そう。やっぱ私激辛、やっぱそうなんですよ。やっぱあららゼミっていう番組に出たいですからね。ゼミに出たいっていう目標もこの人生でありますので、はい、ゼミに出てマイハブの曲を流してもらって、それで激辛をいっぱい食べてと食べてと、はい、やりたいのでねヤホリンヤホー。辛い飲み物とかある、何それ、わかんない、なんかあります、なんかありますか。でも喉痛そう、辛い飲み物ってカレーカレーかな、かな、なんちゃらゼミ、はい、出たいですね、頑張ります頑張っていきたいと思います。やっぱ新曲出た時とかね、そういう気をつけたい時にそういう番組に出れたらね嬉しいですし、元船のメンバーにめちゃくちゃ似てる、うん、同じかな一緒かな。生姜系の辛さ、あ、食べれるようになりました。で、わさびもちょっとだけ食べれるようになりました。なんかね、唐辛子の辛さとわさびの辛さとからしの辛さ、なんかそれぞれ違うじゃないですか。唐辛子が一番得意で、わさびもちょっといけるようになってきたけど、いやでも凡人ぐらいなんですよねで、からしもちょびっとだけ本当にって感じ、肉まんにちょっとからしぐらいの気持ち
なんですよ、唐辛子しかやっぱ強くなくて、あ、山椒もまあまあはいけるけど唐辛子ほどではないんですけど、そうなんです。やっぱジャンルが違うとちょっと弱くなりますね、同じ辛いものでも。そう、わさびね、そういけるようになったの。山椒もうなぎに山椒、私意味わかんなと思ってたんですよ、おこちゃま舌の時代は。けど分かりました、意味が。うなぎの脂が結構きつくなってきた時に、あの山椒の美味しさといったらありゃしないって感じで本当に、うん、ですね。あとはあのお寿司のね、結構脂身乗ってるお魚とかだったらわさびつけて美味しいとか、ステーキとかでもね、脂が結構乗ってるステーキわさびのしたら美味しいとかもありますもんね。わかりました、やっと大人になりました。あ、グミも食べてますよ、見てください、グミボックスです。えい、うん、グミボックス大人になりましたので、はい、あ、もう22歳になるんで、え、結構もうあとちょっとじゃない、え、あと10日ぐらい、もしかして、だって今日23日だもんね、1週間と1、2、3、4、うわー、やば、2週間切りましたかね、2週間切りました、22歳になる日まで。ドキドキー、まあ、あんまりそんな、なんか20歳こうやってそんなに、21歳になる時も別にお、なったって感じのぐらいのテンション、なんか別にあれですけど、22歳も頑張っていこう、あと少しなんで、うん、おすすめのグミ、あ、おすすめのグミ、やっぱ中身じゃないや、中身グミじゃない、中身ちゃんってことでこれです。うん、ラララン、ララ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 ラン、ドキ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 、フライドポテトにケチャップつけたいね、結構味濃いの好きなんで。まだお誕生日お祝いできる日が来るとはね。なんか私が普通にアイドル卒業してからの時期でも誕生日1回あったんですけど、祝ってくれてる方いて嬉しかったですよ、私見ました、嬉しいです。でその時友達もサプライズでお家に来て祝ってくれたりとかして、幸せな誕生日を、はい、送ってましたよ。今年はもっと幸せですね、皆さんに堂々と、皆さんと堂々と一緒にお祝いできるということで、ワク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 、うん、でもさ、なんか誕生日以外とかでもさ、別にケーキとかさ、ショートケーキとかなんかちょっと大人だからやっぱ自分で買って食べたりとかできるからさ、なんかそんな、そこまで誕生日ケーキ楽しみだみたいな気持ち、前までのちっちゃい頃みたいな気持ちなくなっちゃって、なんかちょっとそれ悲しいけど、そう、カフェとか行って別にケーキ食べれるからさ、今日のおはようツイートにもあちょっと載ってたけど、ショートケーキとかね、だから誕生日ケーキ何にしようみたいな、そこまでは考えてなくて、ケーキ食べるかなどうかなぐらいのテンションなんですけど、皆さんの誕生日はどんな感じですか、皆さん結構盛大に祝ってますか、自分自身の誕生日。なんかもう落ち着いて、もう落ち着いてというか、20歳とかだったらうわーってなるんですけど、なんか落ち着いてきちゃったんですけど落ち着いてきちゃったので、結構あ22歳になるわぐらいのテンションなんですけど、うん、毎月食べていいもんねケーキ、そうだよね、別にね、毎月誕生日でね、今日の写真髪色が明るく見えた、あ、多分あれだね、今日もだけどなんか黒い服の上とかだと、あ、髪茶色いんだみたいな感じにはなるね、確かに確かに、 MV の時はちょっと暗くしてたんですけど、確かに、あ、年取りたくないです、年が増えるの実感したくないので忘れるように寝ます。なるほどね、忘れちゃいそうだよ、もうこの先私もかなり前からだいぶ落ち着いて、ああなるほどね、22歳の誕生日ケーキはいちごショートケーキ、どうしよっかな、でもチョコケーキも好きなんだよね、最近なんかモンブランとかも好きだからなんだって嬉しいんだけどね、あっていう話をしてたらもうそろそろ終わろうかなって自分が予想してかけてたタイマーが鳴りました。もうそろそろ
皆さんもね、通勤とかの帰りだったと思うんですけど、お疲れ様ということで、ちょうど帰り着くぐらいじゃないかなと思うので、この辺で配信を終えたいと思います。またやりますので、あとはね、あさってのライブもわーワク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 しながら楽しみに待っててください。あと今日はこの後20時にブログも出るので、ブログもでも私らしい内容になってます今回で。マイホブのブログ無料で見れるので、ぜひもう X で出たらあのポストすると思うんですけど、見てねみたいな感じなの見てください、ぜひね、あさってよろしくお願いします。日曜楽しみ、よろしくお願いします。あ、冷房の効いた部屋、私もキンキンで今やってます。快適な楽しい配信時間でした皆さんブログも読んでくださいということで、ランキング読みます。13位高幸さん、12位直樹さん、11位松花堂弁当さん、10位まさくん、9位なぽさん、8位しおりんさん、7位直樹さん、6位あっくん、5位のんたん、4位やじうまさん、3位大地さん、2位ひきこもらさん、そして第1位くまねパパさんでした。ありがとうございました。ということで今日はこの辺で終わりますが、まあ、この後も多分他のメンバーも配信すると思うので見てほしいですし、あさってのライブもぜひフリーライブだったり定期公演だったり来てくれる方楽しみましょう一緒に。でまたポストとか TikTok とか投稿しますのでお楽しみということで、またにょん。あ、ちょびっとだけスクショタイムしながら終わろう。テロップを消して、ハッチ、何しようかな、ハッチ意識して、じゃん。ということで終わります。ありがとうございました。